はいどうもファンネルです。ライズオブザローニン続きをやっていきたいと思います。ではいよいよ江戸に旅立ちましょうかね。龍馬先生と話します。一緒に江戸へ来てほしいが、どうじゃ。行けますよ。わかった、江戸に移動しよう。他の地域に移動します。本当によろしいですか。はい、よし、向かうぜよ。江戸か。京都より江戸、どうなんだろうね、この時代。どんな感じになってるのか。あ、待て、処刑されちゃう。あ、こんな感じで。やだね。辛いけどこの現場を見守ることしかできないのか。まあ見守るではないけどね。これは荒れますよ、時代が動く。私はどうしようね。これ片割れは江戸に関係してんのかね。一緒についてきちゃったけど。おまんも見じょったか。最後まで、あん人はあん人じゃったの。立派な最後だった。そうじゃの。あん人は覚悟の上じゃった。気落ちしよる暇はないぜよ。カズラさんも新作も現在も、いや多くのもんが松陰さんから何かを受け取ったじゃろ。松陰さんはの、死ぬことでわしらに何かを託したんじゃ。それが何かまだはっきりは言えんが、わしもわしなりに新しい日本とは何か探ってみるつもりじゃの。とりあえず桂さんたちのところへ行ってみんかい。今は西宝寺いう寺の廃堂に落ち着いちょるそうじゃ。寺ですか。なんかこの時代ってなんかあると寺をこう根城にしたりするイメージがあるんだけど。幕府のお膝元じゃ。ああはい。赤鬼の目が光っちゃるけ、むやみにうろつくわけにはいかん。あれ江戸なのに目が光ってんの、あの赤鬼の。てか赤鬼ってもともと江戸あれなのか。ごめんなさいね、全然本当に歴史わかんないんで。海さんの行方を探しちゃうか。動きづらくても手がかりなし、打つ手もなしじゃ。打つ手もなしか。解放されてないんだ、ふみさん。松陰さんも亡くなってあいつらも沈んじゃるじゃん。江戸1859年。正直に言うとの、わしはどこかで松陰さんを頼りにしちゃった。雷も今日本を何とかしてくれると。じゃが今日はっきり分かった、わしが本を頭で考えてコンテでやるしかないんじゃ。諸君狂いたまえ、松陰さんは最後にそう言うちょった。わしは志を持って前に進むのみじゃ。あの狂いたまえっていう言葉聞こえてたんだ。ちっちゃい声だったと思うんだけど。さあ寺に向かっておりますが、雷門あったからさっきのとこって浅草なんよねきっと。いやいやいや、この村
いろいろ病気蔓延してんじゃない？あ、そうだ、やっぱりコロリ。花のお江戸がこんな有様とのを、前に来た時はもっと賑やかじゃったけど、このままじゃいかん。どうにかせんといかんぜよ。そうだね、どうにかせんといかんぜよ。ここですか？西方寺は長州の門が密かに会所として使いよる場所じゃ。そうなんだ。入るには合図がいるき、おまんにも教えちょくぜよ。こうじゃ。一回チャキンってやればいいの？こっちや。あ、ジェスチャー、金打ち。あ、これジェスチャーしないともしかして入れないの？金打ちをもらいましたけど、あ、セットしないと。待ってね、変更します。金打ち、あれ、新しいのは、待ってね、どこに行ったんだろうな、これだ。のんびりはできんぞ。お気に入り登録、金打ちやりましたすいませんね。どのタイミングで、今のところ、あ、ここで金打ちすればいいのかな。待て、寺に入りたくば合図を見せてもらおう。オッケー、金打ち。さっき教えたやつじゃ。ほれ、やるぜよ。もうやりましたよ。どう？いいだろう、通れ。ありがとう、通りましょう。切っちゃってもよかったか通して通して、開けてくれよ。よし。さっきの雨もすっかり上がったぜよ。やまん雨はない、勇気の。そうですね、やまない雨はない。しかしなかなかのところですね。ここもみんな集まってんだよね。いたいた、なんか見えましたね。その顔つきじゃと、フミさんの行方はつかめとらんようじゃの。失礼します。タカはここまで来たのか。タカさん、お、フミ。フミ、無事だったか。タカさんが助けてくれました。これで俺たちを抑えていた枷はなくなった。しかしどうしてあんだか。聞きたいことは終わりでしょうが、今はご容赦を。それより急ぎ皆様にお伝えしたいことがございます。まもなく薩摩の方々が幕府に蜂起いたします。蜂起に加わり幕府の勢いをそげば、この大国を止めることができましょう。あれ、タカは幕府側じゃないのかな。慎重になった方がいい。一応慎重になった方がいいんじゃないのか。ああ、妙な話だな。薩摩の殿様は娘を将軍に嫁がせて幕府を動かそうとしてたはずだぜ。それがうまくいかず、この大国です。ほどなく薩摩も大国の巻き添えになると察したのでしょう。日下君、私はね、君に決めてほしいと思っている。松陰君の志を継ぐのは一番弟子の君だ。私はその決断に従う。力の限り援助すると誓うよ。さあ、どうする。狂いたまえ先生、心の声に従い信じた道を進みます。薩摩に加勢する日の本の行く末を正すため、将位を捨てて大道に着く時だ。みな、どうか力添えよ。ああ、うんうん、後ほど吉原においでくださいませ。あなただけに話したいことが。片割れについてかな。なんだろう。
まあ、あんな言い方されると惚れてまうやろってなるかもしれないけどまあ今の雰囲気としてはそういう話じゃねえからな。さてでは吉原に行った方がいいのか、今メインクエストはあれですね、桂小五郎さんですけど、ちょっと待ってね、地図を開きましたが全然もうまだ何にもですね。ミッションを確認して江戸に集う者たち、草加、桂、高杉、そして龍馬の目の前で松陰は、処刑された。松陰の残した言葉を思う倒幕派のみんなと、行動を共にすると。まあ、話すしかねえな今。松陰君も残した流魂録も我らの手に戻ったよ。何なのそれ。後で読んでみてくれ。流魂録？君が受け取ってくれた彼の遺書だ。死して体が消え失せても魂だけはこの国のため留め置きたいという意味だろうね。我らにとって全ての始まりは松陰君だ。これまでのことを振り返るのにも役立つだろう。いずれ写本を作りもっと多くの者に読んでもらうつもりだ。言葉は伝えてこそその力を発揮するからね。コピー機がない時代ですからね、写本しないといけないと大変ですね。これ読めるのかなもしかして。あ、メインクエになってるのかこれが。さあ、もうこんなんたらもう名前忘れちゃいましたね読み方主人公や出会った仲間たちの物語の振り返りと過去の土地での探索ができる。あ、過去の土地での探索ができる。死別した人と再会できることもあると。ミッションや分岐の、あ、物語の分岐をやり直すと歴史を変えられるかもしれない。歴史にイフはないなんてよく言いますけど、まあゲームなんでねだから例えば、まあ、横浜で私はゴンゾー仲間にしましたけど、ゴンゾー切っちゃった人とか多分いるんだよね。そういう時はやり直せばあれなのか。待ってね、これ四角ボタンってなんだ。これだ、ゴンゾーね。そう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 、悪いやつとか。へえ。まあ一種のチャプター選んで戻れるっていう感じだと思うんですけど。で、吉原の鷹の元へ向かう。もう行っちゃいますか。ふみ、大丈夫だったか。私に御用ですか。なんか釣れないというかあれですね、他人行儀でしたね。聞きたいことがある。何でしょうか。何されてたのかを聞こうぜ。松陰との思い出話を聞きたい。そんなことは別に私は聞きたくないが。仲良しで喧嘩や言い争いはしたことがありませんね。うちの兄弟姉妹は6人いますが、私のことを一番可愛がってくれたのが兄上だったのです。あとは姉夫婦にも主人ともども目をかけてもらっていますそう考えると兄弟には恵まれていますね。そうだね、兄弟いるって言ったからどっかで会うのかな。別の用事がある、ごめんね。話しかけといてなんだが。わかりました。草加君にも話しかけとくわ。そろそろおいとまします。なんだ。聞きたいことがある。わかった。何についてだ。松陰先生との話を。松陰には何を教わった。兵学や歴史、儒学などを含む多くの事柄だ。学問だけでなく山登りや睡蓮に出かけたこともあったな。今思い返しても松下村塾のやり方は独特だった。皆で論じ互いに教え合うことを重んじていたのだ。そこから学べたことも多い。今でも目をつぶるとあの八畳一間の部屋が浮かんでくる。いい思い出なんですね。どうもありがとうございました。わかった。この人もいなくなるじゃん、おいとませるってふみ言ってたしね。さあ、じゃあ、吉原なのですが、あれ全部近いところにあるんじゃね、これいや違うな。あれ待ってね、目的地が25メートル。あ、ここから出なさいよってことか。
なんか鍛冶屋さんいますけど、ちょっと話しかけてみていいですか。いらっしゃい。どんな用だい。はい、装備購入。あ、ここでもしかして木刀とかも売ってっかな。木刀は売ってないっぽい。まあいいさ。数打ちの打ち刀、竜の槍、かっこいいね名前。装備品も売ってますが、まあいいや。それじゃあな。バイバイ。ごめん。これだから次入るときもまたあのあれかな、金打ちしないといけないのかな。カツン。今やる必要はない。待って、江戸は今幕府の監視の目が厳しく、これ密かにか、動かねばならない。行き先を選んでください。え？そういうこと？マップ探検できないんだ。まあいいや、吉原遊郭。まあ楽だけどね、これの方が。自動でファストトラベル。密かにここに来たんだね。名所発見。ちょっと待ってね。ああ、でも近かったな、やっぱり。場所的には。密かに移動できる距離ではありますね。じゃあ、タカに話を聞きます。お待ちしておりました。あなたには私の誠をお話ししましょう。本当の気持ちですか。お話しする前に一つお願いしたいことがございます。聞いてくださいますか。他言無用ってことかな。いや、本題を聞きたい。お願いしたいこととは。聞いていただけるのですね。助かります。私は先に部屋に戻っておりますので、後ほどおいでください。お待ちしています。なんか因縁のミッションでしたね、今。因縁のミッションを挟んでからか。近頃、病にかかった芸者が次々と姿を消しているのです。不審に思い調べたところ、今ある部屋で治療を受けている芸者がいると耳に挟みました。実験台になってんのか。本当に医者に見てもらっているならば喜ばしいことですが、これまでそのようなことは。しかもこのことについて周りには伏せられている様子。それもまた気味が悪く感じます。私の代わりに芸者の様子を調べてきてくださいませんか。私は引き続き他の方に話を聞いてみますので。 OK、 じゃあやってみようか。わかった。ありがとうございます。この店の客を装えば怪しまれずに部屋に近づけましょう。それではお願いいたしますね。客を装うって、私なんか甲冑の一部を着てるような姿だが客に見えるか。病気の芸者の様子を見に行く。いやー、曜日な光ですねこれ。頭の中ピンク色になりそう。ここもだから下に降りれるけど、あれなんか目的地は下だな。ちょっと待ってね、これいいのかな。外出ちゃってるけど、あ違う、中の話よね。ちょっと待ってね、建物の中にいたと思ったらなんか外に出たな。おいおいこいつら、あれどうすればいいんだ。どうやってこっから入って、いやーこれ建物の構造がわからねえ。どうなってんだ。そっちから下に降りれたりはしなかったのかな。ちょっと待って、これ覗けんのかな。またこれフォトモード使えば多分覗けんだと思うんだけど、例えば待ってね、フォトモード、こっそり人これを盗撮というと、よくないっす。よくないですけど、お芸者遊びいいね。これ入れちゃう。入ったところでだけど、やっぱでもここではねえな。お外にいんのかな。待ってね、あもしかしたらこういう状態になってて病気の人がいんのかな。いやそんなことねえよな。走れ走れ、こっちから入れるっぽい。開く。客がこんなでっかいドア開けんのかね。ここですか。
いる？あ、ご病気だから隔離されてる？いないぞ、もう。かんざしが。お、いい、こんな抜け道？絶対敵出るじゃん。ちょっと待ってね。これは治療が必要。これチリーンやっていい？チリーンやって、赤色だったら多分敵なんだけど、チリーン。お、これいけるな。てい、誰だい、誰だいって言われたら私だと名乗るしかない。どうやってここまで来たんだい。今は治療中だよ、邪魔しないでくれ。どんな治療だよ。芸者に何をしていた。芸者は大事な商売道具だが、客を取れなくなっちまえばただのごくつぶし。養ってやる余裕なんざないんだよ。見られた以上は仕方ない。ここで始末させてもらうよ。この隣のやつは強いのかな。待ってね、こいつでも手だれじゃねえな。さあ、私は素手でも貴様の立ち筋をガードできるんだぞ。来いや。うっ、ミスってる。待ってね、雑魚だな、雑魚よ。所詮でもタイミングがうまい、ずらし。よし、終わりだよ。マジで言ってんの。待ってね、誰か来る。おら、うっ、くそ、返り討ちだ。待ってね、雑魚どもめ、先に雑魚をやりたい。よいしょ、よっ、いで、くそ、うやばい、回復。これ私も病気うつっちゃうんじゃねえのかな、大丈夫かな。おら、峰打ちだ、来いや。これ大立ちだな。よいしょ、いや、拝見か、これ大立ちじゃなくて。よっ、うい、えいや、こいつ強い。芸者がそのうち死んじゃうな、これじゃあ。うわ、早い。ちょっと待ってね、回復しとこうか。大体2回攻撃か、これは違う。めっちゃごっそり。よし、いいよ、いける、ゾン。まだか、もうあとはお前だけだぞ。お前は楽勝なんだよ、それ。いいよ、この人すごいね。しまった、タイミングが。よし、いいぞ、背負い投げーと。ダウン状態でこれいけるかもしんない。起きちゃった。ちょっと待ってね、うやるじゃねえか。終わりだよ。どうして助けたの。すごいボロボロだな、この人。病にかかった人間なんて放っておいてください。全身が痛くて、綺麗だった肌だって、もう働けなければ吉原にいることすら許されない。私はここから消えるしかないの。でも他に行くあてもない。どうせすぐにまた見つかって、口封じのために。私にどうすればいいんだろう。待って、依頼主に掛け合っても良いが、まずは逃げて医者に見てもらえ。まあこれだよな、普通は。医者、そんなの芸者の私には。病を治してくれる人が、いや、もうすぐ時代は変わる。時代か、そこに私がいても許されるのかしら。もし許されるのならば、どうせ残り少ない人生だもの、あなたを信じてみるのもいいかもしれないわ。でもなんか見た感じ、もう末期症状ぐらいにいってる、いなくなってる。なかなかでしたけどね。猫の鳴き声聞こえたんだけど、これいるの、ここに。え、待って、いた？すごい鮮明に猫の鳴き声がしたんだが。
入れるわけないよな、こんなとこ。多分上だよね。あ、こっち戻れんの、こっちから。あ、戻れないな。そっか、来たとこと逆か、これは。猫が鳴いております。私を呼んでいるのかな。さあ、かがり火じゃねえや、旗印です。ピーヒャラララララ、多分こっちの上にいるのかな、猫。まあいいや、戻りましょう。これでタカとまたお話しに行けば。散策してると多分私いた猫幕府側に見つかっちゃうんで。なんだ猫か。さあ、だから江戸にもめちゃくちゃ猫はいるっていうね。まあ猫はどこにでもいます。どこにでもいて、どこにもいないと。待ってね。じゃあ戻りますよ。これで本題に入れると思いますんで。てかさっきのことを教えなくていいのかな。あ、っていうかさっきのことを報告しに今戻るのか、まずは。さあ、出張っててくれました。彼女の様子を見てきてくれたのですね。いかがでしたか。具合は悪かったけど、なんとか逃がしてあげたよ。待ってね、回復に向かっている芸者は逃がしたんしよう。嘘つきしてもしょうがねえからな。そうでしたか。世間の風は冷たいでしょうが、彼女の生き抜く力を信じましょう。ところで、私も方々に探りを入れて、今回の一件の全容が分かってきました。分かってきた。どうやら今まで姿を消した芸者たちは、地下壕で息の根を絶たれた後、西宝寺に葬られていたようです。事件はもう終わったと彼女たちに報告せねばなりませんね。そうすることで少しは救われると信じて。墓参りというか行くんですね。さあ、これで因縁ミッションはクリアですが。これで彼女たちが少しでも安らかに眠れると良いのですが。墓の配置やべえよね、これ。幕府の者が秘密裏に遊郭の病人を始末しているのだという噂も流布されていたようです。幕府の者が流行り病に対処できない幕府への当てつけだとは思いますが、この現状をどうにかしてほしくもあったのでしょう。ああ、ただ言ってただけね。初犯のものはどうなった。私がやっ、あ、でも初犯じゃねえか、あれは。これから変えていかねばならない。ええ、日向では暮らせぬものが少しでも自分の思い通りに生きられる、そんな日が来るように。主犯のものは吉原の総名主様に事情を話して引き渡しました。とはいえ吉原も人手不足、おそらくこれまで通り働き続けるでしょう。悪人は裁かれず、私たちは縛られて生きるほかない。ままならぬ世の中ですね。そう、私自身にできることは限られている。きっとここに眠る多くの者も私と同じ思いを抱えていたでしょう。もっとこの身が自由であればと。出会った頃、あなたは自由に生きているのだろうと思っていたわ。でも本当は古い因縁を抱えていた。隠し刀ですからね。お互いに窮屈な事情を隠して生きている。立場は違えど、案外似た者同士だったのですね。あの頃、宮崎遊郭の写真撮影を頼みましたね。あれから私たちの距離もずっと縮まった気がするわ。遊郭では私の仕事に付き合わせただけでしたけれど、写真機の本来の使い方は思い出を残すことだそうですのよ。お、一緒に写真撮る？今日のことも写真として残しませんか。二人で過ごしたこの時を決して忘れないように。残しますか。この時に自撮りなんて技を使えたのかは分かります。あれ、写真撮るんじゃねえの。写真撮ってやるよ。あ、タカとのひとときを写真に残す。お好きなように撮ってくださいませ。お前だけしか写んねえのかいと。
めっちゃ、あ、消えた。タカ。自分が取られるというのは少し緊張しますね。猫抱っこしてて欲しかったけどな。じゃあ取りますね。いきますよ。はい、チーズ。一条の光成功。なんかちょっと背景怖いけどね。写真はあなたに持っていてほしいわ。一緒に連れて行ってくださいませ。いいよ、かさばんねえしね。さあ本題に入ろうか。ミッション完了。さあタカの好感度というか爆上がりじゃないですかこれ。お、なんか着物いただきましたね。これ着ていいですか今。せっかくこの遊郭の中なんで、お召しも、あ、なんかでも結構こうなんだ、どんどん上がってんな、レベルというか。これだよね、もらったの。鉢巻き邪魔かな、でもいいか。さあタカと話す。では本題をお話ししましょう。お願いします。ああ、聞かせてくれ。私がなぜイー様を裏切ったのか不思議にお思いでしょう、ね、そうだよね、やっぱ裏切り行為だよね。確かにあの方とは国元からの付き合い、大事な方です。このかんざしもイー様からいただいたもの。じゃあ心が痛んでるのかい。もうあの頃とは違います。何もかも変わってしまった。私もあの方もイー様は赤鬼になってしまわれた。そして本当はそのことにずっと苦しんでおられます。私も先般の大獄を目にして目が覚めました。あの方をお止めしなければと。私以外の誰にそれができましょう。きっとこの時のために私はイー様のおそばにいたのです。私は命を懸けてフミ様を逃がしました。それは間違っていなかった。きっときっと。でも今になって恐ろしくなってきました。これからもっとひどいことが起こる、そんな気がするんです。まあ血生臭いことになりますよ。私はどうすればよいのでしょう。共に幕府へ抗おう。いや、桂たちを頼れ。そうですね、この際頼りにするほかないでしょう。もう大丈夫、気弱なところをお見せいたしましたわね。おい、ちょっと選択肢間違ったかな。大丈夫かな。薩摩の放棄に加わられるのでしょう。幕府の目に止まらない裏道を知っております。ご案内しますわ。私がお役に立てるのはもうそのくらいですから、準備ができたらお声掛けください。さあ裏道とやら行ってみますか。話した方がいいんだよね。いちいち話終わんないといけなかったのかんじゃ。では薩摩の江戸屋敷に参りましょうか。江戸屋敷、あれなんだ、まだあなたと二人きりでいたい。嬉しい、そうできるならどれだけ良いことか。もう時間は残ってないんだね。出発しよう。ええ、共に。ん、その薩摩の江戸屋敷、あ、だから加わるのか、幕府への放棄に。もう片割れいいのか私は。お前も来てくれたか。すでに青鬼の手勢が篤姫に迫っている。青鬼だと。どうやら幕府側に放棄が漏れたらしい。ここで篤姫を保護されては薩摩は人質を取られたも同然だ。文を連れてきてくれた人だな。礼を言い損ねていた。おかげで我々は生き返ったよ。この先は我らに任せ、あなたはこの場を離れていてくれ。どうかご無事で待っていますね。待っててくれ。これより薩摩に助太刀する。行くぞ。
ちょっと待てって言いたいんだけど、行くしかねえのか。打ち入りだ。まあ打ち入りじゃねえんだけど、ミッションだよね多分。あ、これ大丈夫かな、タカ。絶対なんかある。あー、青鬼だ絶対。あ、切られるの。終わった。顔を晒したね。相通ずるものがあると思っていたが、なぜイタイロを裏切った。ナオスケ様がお役目に準じようとしているのは存じております。ですがここで止めないと。あの方はもっと苦しむことに。勝手な。だがようやく貴様が切れたわ。案ずるな。貴様の分もあの方にお仕えする。直輔様にお伝えください。彦根であなた様と出会って以来、鷹はずっと幸せでした。絶対伝えねえだろこの青鬼。ぐしゃっと踏まないだけありがたいと思えみたいな感じかな。いやーこれ主人公もすごい怒りそうだけどね。こんな、お、ミッション、ちょっと一回戻っていいですか。これ次回にしたいな。ミッションの開始前の状態に戻りますと、一回戻ります。ちょっと長くなると思うんで、これ戻ったらだからタカ生きてる状態になるんじゃない。すいませんね、タイムパラドックスというかなんか変なことになりますけど、はい、ごめんなさい。はいはいはい、ではじゃあちょっと今回以上にして次回あのミッションやっていきましょうかね。はい、では、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。